ないんですから、ないんですから。真っ黒じゃないのはあのちゃんとあれで見てく、あのインスタで見てくださいお願いします。インスタに載せた今日の格好。このさ配信でも全然見えないね。パーカーにしか見えない。ちゃんとね布を見せる。これこちら今日の下の方、今日の下の方はチェック柄です。インスタに載せてきたから見てね。インスタ見た？そう、つながってるの。ワンピース、そう、可愛いから見てね。ありがとうございます。見たよ、だって。ありがとう。秋ですね。秋ですね。まあ秋大好きだから嬉しい。もう少し涼しくなるといいけどね。なんか今年あったかいですね、まだ。うん、そうなのよ。うー、お疲れ様、ありがとう。いっぱいコメントありがとう。お疲れ様です。暑くない？そう、暑いぐらいあるよね今日も。そうなのよ。朝と夜は涼しい。そうなのよ。なんか全部平均になったらいいのにね。その朝と夜と昼の温度足して割る3ぐらいにしてくれたらいいのにね。こんばんはスーツ暑いですよね。暑いよね。うん、もう少しかなって、もう少しかな、もう少しかなって言ったらもう10月になったのにね。うん、でもなんかいつも私の誕生日の頃はもう寒かった気がするから、まあもうぼちぼちじゃないですかね。10月ももう半ばに入ろうとしている頃、今日この頃ですけども、皆さん皆さん、あと3日で会える、最短で3日で会える方がいらっしゃるということで、13日ね、また公演あるんですよね。そうなんですよ、公演があるんですよ。うん、そう、嬉しいね、また公演あるよっていうね。今日も来ますよとか、当たってますっていう人 もいて嬉しかったです。ありがとうございます。すお話し会の終わり方ね。そう、私もさ、今日もなんだけど、昨日もねお話し会やってたんですけど、お話し会でね、いつも のありがたいことにね、ちゃんとねお知らせが来るんですよ。なんかお知らせがちゃんと来るんですよ。その間もなくです、お時間ですっていうあのメッセージでね来るんですけど、もう今日なんか久しぶりすぎて、この2日間、なんかそのお知らせをちゃんと見なきゃって見なきゃと思って見れてる時もあるんだけど、見れない時もあって、なんかずっと話してたら、あっ切れちゃったみたいな。そう、終わりかけがね、なんかうまくできなかった回がちょっと多かったかも。カウントダウンが欲しい。あ、5、4、3って感じの。確かにね。だけどもう私も今日喋ってて、あ、切れたんですけどみたいな感じになっちゃって、本当に申し訳なかったです。 何人か多分被害者の会があると思うんですけど、本当に申し訳ない。そうなの、寂しい終わり方になっちゃって、あ、みたいな、あっあって言っても、そしたら次1秒後ぐらいに次の方が来るから、あ、こんにちはみたいな、このもう今日これを何回もしてしまって、あってなっちゃいました。本当に申し訳ないです。ありがとう。間もなくですがね、もうちゃんと見なきゃと思って、うんそうなんだよね。確かに間もなくですの存在感、もうちょっと真ん中でもいいのかもね。でもそしたら顔が見えないよって誰か言いそうだね難しい。確かに難しいっすね。そう、余韻があんまり、そう、余韻がないのだから、あー嬉しかった、あこんにちはみたいになっちゃう。そう、いつもそんな感じ。うん、残像は少し見えるの？あ、そうなの？皆さん側から、皆さんは何ブチって切れちゃうのかな。
ね、私たちもすぐ切り替わっちゃうんですけどね。うん、そうそう。ね、そう、急に始まる。でも始まりはやっぱ気抜いてる方が多いですね、傾向的に。はい。みんなね、みんなね横向いてたりするの。こうやって「おーい!」って言って始まるの。こっちだよーっつって、みんなね、なんか多分テレビとかなんか見てるんだろうね。みんなこうよそ見してて始まってることが多いですね。そうそうそう、ぼーっとして、そうそうそう、面白いですよ。なんか飲んでる人もいるし、飲んでて「おっ!」みたいな。これをね、多いですね。大丈夫。なんかこっちも驚かした気分ですね。なんかドッキリしてる気分になりました。はい。あ、もしもしって言われた。私ももしもしってめっちゃ言ってる。もしもしって、そう、今日何回もしもしって言ったんだろう。カウントしたいぐらい、私のもしもしって言った回数を。うん、最初にね、まずそのもしもしっていうのは、でも確かにお電話みたいだけど、声聞こえてますかのやっぱテストがもしもしです。私はなんかもう、もしもし、あ、ヤッホーみたいな感じになっちゃう。そうそうそう、なんか聞こえてないかなって確認したくなると、 もしもしって言ってます。はい。何時まで配信するの今日は。なんかまあ配信できる限りやるけども、1時間くらいかなと思って見てます。はい、ありがとうございます。そうそう、声聞こえてましたよって、ありがとう。うんうん、面白い人いましたか。いっぱいいました。楽しかったよ今日も。うん、そう、寝顔がアップされました。あ、トムさんに撮られてた。そう、ご飯食べると眠くなっちゃうじゃないですか。だから部と部の間の休憩、一部だけなんかね、どっかすごい時間があるとこがあって、今日もその時間にね、うとうとしちゃって、ご飯食べた後の部の次の部くらいかな、こうそうコテって寝てたら撮られました。気をつけます。今日はだから撮られないように、間抜け顔を見られないように、今日はちょっとリュックで行ってたんですけど、リュックを置いて自分の前にこうやってね、ちょっと仮眠しました。そう、寝るっていうか、10分15分目つぶって、あ、まあ寝てるんでしょうね。もうこう一回何もこう考えずにこう目つぶって休めるっていうのが、そう、それだけでも全然変わるからやるんですけど、うん、そうなの。まさか撮られてるとはという感じで。でもちょうどあのあとすぐ起きたの。えっと思って見たらカメラ構えられてて、撮られた後でしたね、あの時は。そうなんですよ、トムさんのツイッターに載せられてます。はい。うんうんうん、ありがとうございます、うん、そう、お話し会でメンバーとたくさん会えるけどね、そう、意外と空き時間ないからあんまりメンバーと写真は撮れなかったけど、近所の方とは撮れました。近くにいたメンバー、レンが近かったメンバーとは撮れました、写真。そう、さっきでもツイッターに載せてみました、見てね。うん、ありがとう。うん、ユーリーさんと会えた。ユーリーさん見えたよ、見えた。うん、いたいた。そう、隣はヒーだった今日。うん、ヒーの隣にあれだな、小栗がいたかな。そう、うん、そうそう。そ
そんな感じ。エイトでまとまってるの？まあ、近くにいるね。そう、近くにいる。うん、そっか、みんなレーンとかも知らないもんね。どのレーンなのかとかね。みんなあれだよね、きっとね。あんまりね。そうじゃない、みんなもう並ぶとこもないからね。そっか、結構メンバーの声が聞こえる。そう、みんな言ってた。お話し会来てた人、隣の人結構声出てるねみたいな。近く、そう、声がっていう人が、そうそうそう、お、なんか、あ、なんかやっぱメンバーの声反響して聞こえてるんだと思って。うん。私も今日韓国の方来てくれて、ヒーがそう隣でめちゃめちゃ韓国語ペラペラで、え、すごい、こんな喋れるんだ、すごいと思って感動してた。で、私も喋ってみたいと思って、韓国の方が来てくれたから、知ってる言葉って言ったら、アニハセヨしか出てこなかった。そりゃそう。そりゃそうなんだけど。そう、あと、マシッソよって言ったら笑ってた。マシッソよって、大好きとかじゃなかったっけ？違ったっけ？マシッソよーって。うん、2つしか使えなかったです、残念。あー、美味しいって言ったのか。やばすぎ。マシッソよー、謎謎の美味しいで終わったのか。ごめんなさい、本当に何も言えなかった。お勘違いしてました、あれ、ありがとうみたいな。そう、ありがとうって言いたかったんですけどね。センキューって言っとけばよかったかな。とりあえずちょっとやっぱり勉強すべきかもしれない。3つずつぐらい覚えたいですね、違う言葉を。うん、たくさん海外の方もね。そう、オンラインになってからだよね、海外の方も来れるようになったから。そう、いろんなこう方、いろんな国の方がそう来てくれるからね、嬉しいですね。あ、カムサンムリだ。これだ、これがありがとうか。あー、そうだそうだ、難しい、覚えたいな。でもかっこいいよね、ペラペラだったらねえ。すごい、みんな詳しいですね、言葉すごい。ねえ、私も英語できるようになりたいな。英語もできるようになりたいし、いろんな言葉喋れたらいいな。うん、タイの言葉とかもいつもコップンカーってしか言えない。コップンカーサワディーカーって2つしか覚えてないの。そう、もう少し覚えたいな。うん、タイから来てくれる方も多くて、うん、嬉しい。うん、そう、中国、そう、中国からも来てくれて、そうなのよ、めちゃめちゃ言葉覚えたくなりました。覚えられるものなのかな、ねえ、言語。いつもセンキューしか言えなくて、本当にそう、ハッピーと。もうやばすぎ。どうにかなってんのかしら。なってないかもしれないけど。そうなんだよね、頑張ればいけるもの。勉強しないよ、だって。確かに、めっちゃすごいね、そしたらね。そう、憧れます。いろんな言葉を覚えようかな。うん、伝えようとする心が大事。確かに。うん、頑張ってみようか。そう、喋ってみたいんだよね。そう、聞き取りたいんです、すごく。うん、すごいね、一生懸命日本語を話してくれるんですけど、本当にありがとうと思って。本当にありがとう、こっちありがとうって思う。もうこっちに合わせてくれてるからね、みんな優しい。いろんな、頑張って日本語喋ってくれて、
うん、そうなのよ。あ、嬉しいと思って、そうそう、私も返したいですけどね。うん、はい、はい、ありがとうございます。あ、韓国ドラマを見てる。なるほどね、そういうので覚えるのか。確かにね、確かに確かに。ありがたき、ありがたき、楽しかったです。そう、まず英語から。確かに英語喋れたらいいな。英語ってでも文法覚えないといけないよね。懐かしいな。そう、今日はね、でもたくさんね、あの話すことがあったからね。一番古いので言うと熊本ツアーとか、あの舞台のまじむり、3月にやってたやつ、3月、4月にやってたあの舞台のまじむりの話とかの人もいたり、熊本ツアーの話もあったり、はい、たくさんで、最新の根も葉もまでね、いっぱいお話ししました、いろんなことを。うん、無限列車、待って、録画したっけ私、してなかったらどうしよう。今日からですよね、ちょっとすみません、だいぶ話それましたけど、急に録画したっけ。あ、1時間後11時からですか。話そらしちゃった。まだ間に合うよ。ちょっと一回確認してきていい？ごめん、録画してくるん。ちょ、録画したらさ、別にこれずっと配信できるから、ちょっと待っててね、待っててね、止めちゃうからね。行くよ。はっ、ということで戻ってきました。ちゃんとやった、私は。よかった。うん、してた。しかもなんか多分毎週録画みたいなマークついてた気がする、そのもうしっかり録画してた。そうなのよ。うん、止めた顔が良かった。上手になったでしょ、これもう。うまく使えちゃうからね、配信止める技術も。うん、ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみだね、嬉しい。あ、今日の話しないと。今日の話、今日はそうそう、いろんな話したんですよって話から、なんで鬼滅を録画してたんだろう私は今。うん、うん、あ、アニメで言うとね、また話そらしちゃうけど、リベンジャーズはね、全部見ました。あれ、ワンクールっていうのかな、ワンクール、一期、第一期っていう言い方なのかな、言い方が、言い回し方がわからないんですけど、はい、めちゃめちゃね、リベンジャーズめちゃめちゃ最後、ええみたいな終わり方だった。そう、私まだアニメでしか追ってないんですけど、そうなのよ。漫画本があるんだよね。漫画本の方が多分全然進んでるし、なんなら原作というか、あのジャンプで読ん、ジャンプだっけ、ジャンプじゃないっけ、読んでる方はそう、わかるよね。あ、え、ま、漫画完結してるんだって。そうなの、完結してるんだ。そうなの。わあ、ジャンプじゃなかったんだ。そっか、やばいよ。今ね、そう、今ね、24話なんですけど、アニメ。もうやばすぎって、やばすぎって感じ、もう、ってなってる、もう。へーってなってます。あ、完結はしてない、完結はしてないそうです。嘘です、皆さん、嘘を言いました。嘘をここで拡散してしまいました。正しくは完結しておりません。なるほど。私アニメ派なもんで、アニメ入りなんですよね、どの作品も。そう、アニメで見てるんですけど、
もうやばいの、めちゃめちゃやばいんすよ。もうえって展開が早いから、そう早いかな、ちょうどいいねスピード的には展開ゆったり系でいうと、ワンピースとかね、アニメはねたくさん細かく書かれてるから、そう細かい進み方だなと思うけど、そういう意味ではそうリベンジャーズの方が結構パンパンと見れる感じで、うん、めっちゃ楽しみ、次いつですかって感じで、そうそうそう、でも私あーそうなんだよね、推しは作れないな、もう本当に素晴らしい、でもすごい、もう本当にマンジマンジかい、頑張れっていうことで、うん、竹道頑張れっていうことで応援してます。面白いですよ、あれ見るとバイク乗りたくなる、なるほどね、確かにあーめちゃめちゃ面白いですね本当に。はい、なんでこの話してるんだろう、今日はお話し会だったんですよどうにか軌道修正をしたいんですけど、昨日と今日お話し会でした、本当にありがとう、来てくれた皆さんもうなんかごめんなさい、本当気づいたら違う話しちゃうんですけど、楽しかったです、うん、みんなねルーマーの話がでも多かったかな、でもやっぱり最近の話ですね、うん、ルーマー良かったですよって、うん、嬉しいですね、改めて嬉しいですね、私の顔はみんな見れてるかもしれないけど、私はみんなの顔は表示されないからさ、みんなの顔もさこうやってさなんかオンラインのさ感じでさ、こうずっとこう顔がここら辺にあったらいいのにね、このアイコンじゃなくてみんなの顔だったらいいのにって思う、だからさあんまり全然久しぶりに見ましたっていう感じでね、みんなの顔が、うん、嬉しかったです、そうねえ、私のお話し会はね、そう顔が見れるのがすごいやっぱ嬉しいなと思って、顔が見れて、そう顔が見れるのと、こうやってやっぱこう喋って、今一人喋りをずっとやってるんですけど、こうやってもうこれがねちゃんと返ってくるんですよね、それはやっぱ嬉しいですね、返事があってそうなのよ、嬉しかったです、そう一人喋り、コメントでね会話できてる感じは感覚はあるんですけどね、うん、でもやっぱこうやってねコメントしてくれてる方、ショールームとかあと SNS とかインスタとかさ Twitter とかさ、そういうのにこうコメントしてくれてる方の名前とかをこうね今日ニックネームとかで書いてくれてると一致もするし、あ久しぶりじゃない感というか、そのいつも文字を見てるからさ、そのコメントしてくれてたりとかの、だからなんかこうねもう再生される感じよね、それが頭で、だからなんか久しぶりな感じしない方もいましたよ結構、だからみんなこういっぱいさこう書いてますっていう人は本当ありがとうねっていう感じでそうなんですよ、そうそうそう、ニックネーム変更忘れましたそうがっつりねフルネーム、オンラインだとね名前が表示されるんですけど、がっつりフルネームって感じでね方もいたけど、そうそうそう、そのままねしてくれてると、ああいつもあの見てますって、こっちもいつも見てますってあるので、そうなんですよ、ありがとうございますと思って、うん、こっちもありがとうっていう感じでね、うん、だからねもしそうキャッチフレーズじゃなかったニックネームでそうこうやってねやってる方はね統一したらね、ああの人なんだこのアイコンはってなるんですこのあこれはこの人だったのかってなるので、ぜひ統一してみるのもいいと思います
意外とそう見てるよ私。はい。あ、そう、今日めっちゃ言われたのがさ、ネモハモルーマーのさ、ネモハモルーマーのあのなんか披露してる、披露してその後に、披露し終わった後に立ち上がるのが誰よりも早いですねって結構言われたんですけど、そう結構言われたんですよ。そうなんです。だからですね、なあ、えっ、あ、言われてみれば確かに私すぐ立ち上がるなって思って、なんでかっていうとね、私は立ってる方が楽なんですよ。だからすぐ立ち上がっちゃうんですけど、そう、それもあるんですよ。スタミナ、そう、スタミナすごいねって言われるんですけど、私、そう、私あの逆にね、立ち上がった方が楽なタイプでして、そうなんですよ。そのね、あのなんだっけ、あの踊ってみたのフルサイズの子公開されたと思うんですけど、それもね、そう、あのめっちゃ恥ずかしい、あの切られてると思ってたらまさかのずっと回しっぱだったっていうね、あの見ましたか、最後のフルサイズの多分公式に上がってる方なんですけど、フルでやりましたの後に立ち上がっちゃって、一瞬立ち上がっちゃってやばいと思って、そうなの、もう一回寝てしまいました。でもあれなんかすごい恥ずかしかった。え、じゃあ逆に起きてた方が良かったかなと思って、はっはっはってなっちゃってめっちゃ恥ずかしい、あ、やばい、ここ映ってたのかと思ってちょっと恥ずかしかった、ごめんなさい、なんかにそう二度寝してしまいましたあれ何するのが正解だ、起き上がるの早かったみたいです私すぐ起きちゃうから、そうなの、立ち上がっちゃうのすぐ、ごめんなさいっていう、うん、そうなんです。立って息整えたいタイプでして、多分だからそんなにね、なんかすごいみんなね、なんか体力があるんだねみたいな感じで言ってくれてるんですけど、果たしてそれは分からないです。私も体力があるの、あるからそうなのか、私はもうそう立ち上がってっていう感じでもこの息をね抑えてるのに必死なんですよ私。だから体力あるのかは分からないです。はい、そうなの、結構ね皆さんそこをねよく見てるなと思って、そこをねすごい言ってくる方多くて、こう、そう SNS とかでもねすごい言われてたからね、あーこれなんか原因じゃなくて言ってもいいかと思ってそうなのよ、うん、マラソンの後すぐに座らないタイプですか。あ、そうそう、そういう感じ、そういう感じ、すぐはほらすぐ疲れるとねファーってなっちゃうから余計に立ち上がっちゃうんですよ。立ち上がって歩くっていうのが結構整え方ですね私の。はい、っていう真相でしたありがとうございます。そう、あの日フル2回踊ったんだね。そう、リハ入れたらもう少し踊ったかもね。そうなのよ、でもガッチガチに踊ったからね。そう、見てください、よろしくお願いします。カウントダウン TV 見ました、もう多かったですね、うん、ありがとうで、まあもうやっぱ何日か踊ってないとなんかもうまた踊れるか心配なぐらいね、あれは体力使いますからね。はい、ありがとうございます。ねえ見てましたっていう声が嬉しかったですうん、そうそう、下音踊ってるやつもそう11万回再生いってるので嬉しいな、たくさん見てくださってるんだなと思って、みんなネモハもね踊ってみたら好きなんだなと思って嬉しいです。うんそうなのよ、うん、うん、でもなんか今日もねずっとお話し会の間ねずっとネモハモのシングルの曲が全部流れてたんですよ。全曲カップリングも全部
でもルーマーが流れた時だけ私はなんか踊んなきゃみたいな気持ちになってなりましたね。なんかもうルーマー聞いちゃうともうリズム取っちゃう、こう頭そうなの、もう手くらいね、なんか染みついてますね。あ、ルーマー流れたら踊んなきゃみたいなのが染みついてて、今日も結構握手会の最中ずっと流れてるんですけど、なんかそうそうそう踊りたくなっちゃいましたね。なんならそう今日ワンピースの写真撮ってる間もちょっとずっと流れてたんで踊りながら撮ってました。なんかヘイって言いながら撮ってました。心もヘイのとことかヘイって言いながら写真撮ってた。そうなんかもう染みついてるんですよ、それそんくらいね。うん、え、バイト先でもルーマ流れてるっていやでもね本当にびっくりしたのが、私も街歩いてて流れてきてえって思って、もうびっくりしちゃうね。嬉しいんですけど、あ、え、ルーマが聞こえてくるんだけどって、もうなんかもう幻聴なのかなって思ったんですけど、普通に流れてて嬉しかったです。もう私が踊んなきゃみたいな気持ちになるんですけど、流れてるからおってなります。そうもう 2,3 回くらいあってびっくりしました。なんかお、ここでもみたいなここでもみたいなうん、私がもうなんかそうずっと踊ってたからもう聞こえてくるんかなってくらい、うん、めちゃめちゃね聞こえてね。 ABC マートでも流れてる、そうね、らしいのでね、すごいよね、いっぱい聞いちゃうよね、ほんと。うん、嬉しいですけどね。そう、嬉しい、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。うん、インスタコメントしたよ、だって、ありがとう。うん、そう、いやね、いいね。そう、成功到底も染みててほしいんだけど、まだ1回しか私踊ったことなくて、タタ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 タいるのに、シベリアからの換気団とか冷たい風が吹き抜け、海側に大雪ゲイ。そう、ティフ以来やってないからね、やんないと忘れちゃいそう。うん、まだ踊り慣れてないですね。そう、全部頭に残る曲だよね今回。なんか、うん、なんだっけ、後ろから前、右から左、大騒ぎみたいな、あれもすごい頭に残るし、そう、あの音がすごい頭に残るよね。テレレレレレレテレレレレレレっていうこの音がすごい頭に残って、今日無限に流れてたので、そうずっと聞いてました。だからもうこのお話し会で多分全曲覚えられそうってくらい。そう、ヨコさんの曲もそうなの、悲しくなっちゃうけどずっと流れてて、うん、そうそうそう。ブラックジャガーもなんかすごい面白そうな歌だなと思って、今日は結構あのなんだっけ、その大騒ぎ天国はその前も聞いてたから、そう結構もう音を覚えたんですけど、ちょブラックジャガーの方はまだ全然音があんま入ってない。今歌おうと思ったら全然入ってなかったんですけど、でもすごい頭に残るの。私歌詞が多分すごい面白そうな歌詞だなと思って、そう、うん、そうなのよ。だからすごい楽しみですね。ね、全部やりたいな、やってみたいな。うん、やってみたい。うん。あ、横さんの卒業コンサート応募しましたって。ありがとうございます。ね、ライブしたいですよね。わかります。なんかネモハモをテレビで見ましたとか、いつもそのテレビのバージョンをずっと見てますとか、あとあの公式に載ってるやつも見てます、ダンス動画見てますってすごい言ってくれる方多かったんですけどね。
やっぱ生で見ていただきたいよねと思って、日比谷行きましたって方もいたり、寄付で見ましたって方もいるんですけど、やっぱね、そうあれはね、生でも見てほしいなっていう迫力ではありますよね。うん、だからぜひ見ていただきたいですけどね。うん、ライブしたい、ライブしたいですってね、みんなで言いに行こう。うん、ねえ、ねえ、嬉しいよ、本当。ありがたい、ありがたい。まだ見たことないですって。ああ、そうだよね。嬉しいけど悲しい。なんかそのオンラインのライブというか17配信で見てみたいな、うん、3日間じゃない、3公演をさ配信してたじゃないですか。なんだ、みーさんの卒コンとか5月のピアリーナですね。うん、あれからそう気になってきましたとかも言ってくれたりしてね。えってことはまたライブやったら見に来てくれるのかなと思ったら、ライブやりたいなってすごく思いました。そう、今日みんなの話聞いてるとすごいライブやりたいなってやっぱすごい思いました。うん、そう、うん、ね、ツアーもそう終わったこともあるし、8の日が今年ね開催できなかったこともあって、そうなんですよ。だからすごいやりたいですよね。私も思います。ライブは楽しいよ本当。ねえ、日比谷すごい楽しかったので、夜音のやつ、うん、あれ以来ですね、やってないから、ライブやりたいですね。今決まってるの、ヨコさんの最後の卒業コンサートに出るのと、あとドボンライブがあるけど日程が決まってないっていう。そう、うん、そう、いっぱいあるね、ほんと。いや、いっぱい、そう、半年の間お話しかいなかったけど、半年にいっぱいいろんなことやってて、話す内容がみんな大変そうだった。で、何から話すっていう感じで、うん、楽しかったけどね、うん。ね、予定が決まったらな、またやりたいですけどね、うん。話、そうね、全部話せなかったとか、そう、わかる、結構多かったかも今回。うん、髪色明るくなったね。だ、そう思った、私も思った、今日なんかいろんなメンバーと写真撮ってたら、もう黒着てるのもあるんだけど、めちゃめちゃ髪落ちてるな、色と思って、ちょっと髪の毛どうにかしたいなって思ってます。はい、またちょっと話変わったんですけど、髪の毛の話しちゃったんですけど、そう、はい、やりたいなと思ってます。はい、ね、あっという間だったな2日間。うん、そう、このままピンク入れてみようって、ピンクに染めたのかと思った。え、そんなピンクに見える、茶、めっちゃ茶なんだけどね、チョコレートみたいな色です、ミルクチョコレートみたいな色してるかも、うん、でもちょっとほんと傷んできたんで、髪の毛ちょっとメンテナンス行かなきゃって思ってます。うん、そうね、明るい、わかる、明るい方がね、どうなんだろうね、どっちがいいんだろうと思いながら、まあ楽しみます、色は。うん、
髪の毛の話失礼いたしましたお任せしますありがとう。うん、髪の毛ね、なんかどっちの方が多いんだろうって話もした。私のなんかロングが印象的ですって人と、もうショートの方が正直印象強いんですけどって人、意外ともう半々ぐらいになってきたのかなと思って。そう、自分の中ではなんかロングの方がなんかわかんない、最初ロングで加入したのも、ロング時代が長かったのもあるから、私今もまあ長いからロングのイメージが強いかなと思うんですけど、意外とさショートの方がって人もいるかなってね。えそれなんかちょうど半々くらいの活動の歴的に言うと同じぐらいなんですって、ショート歴とロング歴が。そうそうそう、まあだからそのさ、ちょうどよくやってる自分もめちゃめちゃなんか自分っぽいなと思うんですけどね、半々ぐらいでやってる感じ。うん、そうなのよ、どっちもいらっしゃる、嬉しいけどね。うん、確かにドボンがめちゃめちゃショートっていう、そうなの、めっちゃおもろいよね。ドボンさ、ワンちゃん同一人物と思われないぐらい今だいぶ違うしね。そう、なんならあの壁車もそうじゃない、壁車も同一人物なんだろうかっていうくらい違うんよね。でもこれにあの生写真貼っときたいもん、壁車のとこに、あの最新のルーマーのこれですってわかんなくないってくらいさ、髪の長さがね全然違うよね。うん、そう、全然、そうイメージ全然変わるよね。なんかどっちもいいですよって言ってくれるのすごい嬉しいけど、でもだいぶイメージ変わりません？なんかそう、うん、ね、同一人物そうだけど、うん、顔同じだけどさ、うん、そうだいぶ変わるなと思って、うん、劇場行くと毎回撮ってる写真、あ本当？嬉しい、確かにね、3年くらい前からショートだったからね。まあ髪の毛はの話はこの辺にしてああそうなのよずっと髪の毛の話してるの、私ショールームで。まあいつもここで相談してるからね、みんなにどうしましょうって。うん、そうそう、うん、定番ですね。うん、次は何か、そうだね、公園だね、公園ね、来たいですとかとね、もう少しお誕生日ですねっていうことでね、公園悩んでる人が多かった、あと投げるか迷うみたいな。そう、でも嬉しいですね、公園もね、クラウド代理なるみ公園来ましたとか。そう、あとそう、みんながさ、意外とやっぱ蔵のお代理なるみって言い切れる人少ない説っていうのがあって、本当に今日もいろんな襟が抜けたり、なるみも抜けたり、蔵のお代理公園とか、蔵のおだなる公園みたいな、なんかちょっと惜しいんだよみたいな感じの。そう、でも伝わってるから全然ね、あ、うん、ありがとうって言ってたけど、みんな一応蔵のお代理なるみって言うんですよっていうそうなの、ちょ、言い切れてない方が結構多かった。でも自分は言ってるつもりなんかなる、でももう割り切って蔵小田公園とか蔵なるじゃないわ、小田なる公園かって言ってる人もいたんだけどね。小田なる公園もでも分かりやすいね。うん、そうそうそうみんな言い慣れてない感じ、そう、言い慣れてない感じがちょっと愛おしかったです。はい、
そう、ソーシャルディスタンスと何恋の違い、そうなの。ちなみに何恋公演なのか何恋公演なのか、あ、今日音さんに聞こうと思ってた、忘れてた。どっちなんだろうねえ、あれあれ、何恋ですか何恋ですか、どっちも、それもね、分かんなくて、何恋ねみたいな感じで、そうちょっとぼかしながらやってたんですけど今日そう、あ、そう、あと二人公演とかね、そうそうそう言ってたんですけど、あ、何恋なのあれは、何回だって恋をする公演だから、やっぱ何回なの、何恋なのかな、うん、え、何恋って読みたくなっちゃうよね。え、いや、そう、2パターンいるんよな、何恋っていう人と何恋っていう人と。私も何恋公演って思ってたんですけど、でも何回だって恋をする公演だったら何恋な方なんかなっていうね、このコメント欄もすごい大荒れですね。もう両方いるね。難しくないこれ、どっちなんだろう、音さんが決めたんだっけな、これどっちなんだろう、何恋かな、やっぱ。あ、コミさんは何恋って言ってた、じゃあ何恋なのかな、なるほど、二人公演っていうか、じゃあんじゃあ二人公演ってことにしようか、やっぱり間を取って二人公演ねっていう感じの、うん、これが一番いいかもしれない。お、総監督何恋って言って、もうどっちもいるからな、ほんとねえ、ちょっと気になります。そうね、いつかちゃんと聞いとかないと、公式の、そうだね、今ちょっと、うん、聞いとくわね、まだ二人公演二人公演多分ね、今週もやるけど、まあ今月またやるんじゃないかなと思うので、うん、見に来てね皆さんも。あ、そうそう、あ、そう、今日も下尾に会いました。下尾ね、下尾と会えたけど、全然ね、あのレンの場所違くて、そう、あと部数とか、部数っていうか部の時間が全然違くて会えんかったけど、あんまり。でも写真撮ったよ、下尾の、今日も。だから今日も下尾もう上げてるかな、インスタかツイッターか、あれ私が撮ったからうまく撮れました今日も。だから見てね上手に撮れました。私はそう、ほぼ写真撮ってる、下尾の、多分そう、だから見てね、うん、専属カメラマン、ほんとそのレベルよ、ほんと。そうそう、いろんな可愛い人、私ね、なんか下尾の試し撮り集みたいなの持ってて、というのもね、お互い取り合いっこをするんですけど、今日私の写真はね撮ってもらってないんだけど、下尾には、うん、だけど下尾とお互い取り合いっこするんですけど、そのじゃあ私が下尾に撮ってほしいって時、画角どのくらいがいいとかの時にこう写真撮るんです。私の携帯でこう写真撮るんですよ、ポンって下尾をねモデルにして、で下尾にこんな感じで撮りたいとか言うんですね。そう、その週がある。だからなんか下尾がこう気に抜いてる顔の週がめっちゃ持ってる。毎回その画角のサイズを下尾でこのぐらいの画角で撮ってほしいみたいな感じで、ね、撮ってるんですけど、そうなのよ。だからめちゃめちゃその下尾の写真持ってる、試し撮りの下尾集ができそう。うん、いっぱい持ってます。うん、人の写真を撮ることで一番、なんか人の写真っていうかメンバーの写真一番撮ってるのは多分下尾ってくらい、下尾のこと撮ってる、ついでなぎちゃんぐらいかも。うん、そう、なぎちゃんはちょっともう気づいたら撮ってたりする、その撮りますっていう撮るって感じよりは、なぎちゃんはなんかもう可愛いって言いながらちょっと
たまに手が動いたりしてるっていう感じですかね。はい、そんな感じです。はい、もう場面に送ってください。下に許可取らないとね。そう、本当にポカーンとした顔が多いから。気抜いてる時の、そう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 、そうなの。まあいろんな写真持ってるんでね、そういつも写真送り忘れるんですけどね、そういろんな写真ってか、となんか写真撮っとけばよかったってことも多いので、ちょっと最近は写真を撮る意識を持つようにしてます、いろんなところで。うん、そう、写真をね見せてなんかやるっていうその時とかに写真がマジでないと困るなと思って、なんかそう、そういえばそう、なんか歌コンがこの間あの収録だけになっちゃったんですけど、本当はほらあの なんだっけ生放送である予定だったけど、あの延期になっちゃって、そう歌コンでも歌コン待ち時間結構あって、待ち時間の間にあの8メンバーで誰だったかな、結構小田と小田えりと私とひーとあとりんちゃんもかな、うん、と一緒に、そうそのメンバーであの写真、古い写真を送り合うっていう遊びをしてたんですけど古い写真を送り合うっていうことをしてました。めっちゃ楽しかった。もう2014年とか15年とかの写真をみんなで送り合うっていうことをしてたんです、その歌コンの空き時間で。めっちゃめちゃおもろくて、それが本当に面白くて、そうなの、めっちゃみんなおもろいの。でもなんか載せられないレベルのやつもあるし、なんかおふざけしすぎてて、そうめっちゃエモエモで、そうなの、私も結構データ持ってるんですよね、昔の写真。そう、それこそ私メールで送ったと思うんだけど、そうエリナナセの似すぎな写真とかも私が多分リハ中に多分撮ってて、二人がなんか真似してって、自分らの顔をそう、なんか偽に行ってる写真があって、それもめっちゃおもろいと思って撮ってるんですよ、私が多分当時何歳も中学生とかだと思うんだけど、その写真が結構そうたまに見返したら結構私はなんかいろんなの撮ってるなと思って、うん、すごい面白かったです。そうなの、懐かしいなと思って、うん、古い写真って面白いなと思いました。うん、ヒーも結構持ってた、なんか不思議な写真送ってきた。なんか虫って書いてある。私が虫、蔵のなるみかっこ虫って書いてある T シャツじゃなかった、ホワイトボードに書いてあるし、そうやつとかね、何、あ、確かに私虫って言ってたかもなみたいな、虫の顔みたいな、ヒーが虫の顔やってないよね最近って言われて、虫の顔って何って私思ったんだけど、よく覚えてたなと思って、虫っていう、え、なんかよくわかんない、虫っていう顔があって、もう覚えてる方いるのかな、なんかね口をむってやってる顔だったかな、待って、どれが正解だったか、本当私はねそのレベルなの、なんか覚えてるのが、でも確かになんか虫の顔って言ってやってた思い出がある、なんかなんだろうどういう顔だったかな、なんか忘れちゃった。うん、なんか、うん、とりあえず口がつこう、うんってなってる感じの顔だったと思うんですけど、なんかねいろいろ面白い写真がいっぱい出てきて、ちょっとよくわかん、そう、もう分かってあげられなかったんですけど、昔の自分の行動には、はい、いろいろ面白かったです。
なんかそうリラとかヒーがいたイベント、栃木のイベントが多分行ったんですけど、あれ2年目とかかな、2015年ぐらいなんです。加入して2年目ぐらいの時に栃木でイベントをしてて、そう、その時の写真とかもめっちゃあって、そう、なんかみんなでいちごと餃子をめっちゃ食べた思い出があるんですけど、そうそうそう、栃木ひーママにも会えたし、その時、そう、懐かしいなと思って、その頃のね、私なんかバケツプリンみたいなそれは意味が分かんないね、バケツプリンをなんか横道とかもいたかな、横道とかヒーとかリラと私とかでなんかホテルでバケツプリンをひっくり返す動画みたいなのがあって、それもめちゃめちゃおもろい、なんか何この動画と思ったら、なんかみんなで笑、なんかすごい大爆笑しながらバケツプリンひっくり返すっていう動画があるんですけど、そうなの、そうめちゃめちゃ面白かったです。なんかなんか元気だなって、子供だなみたいな、自分のこと見ながら、あーみんな若いなみたいな、そう面白かったですけど、ちょっとそれは動画はちょっとどうしよう、見せるには許可がいっぱいいるんですけどいろんなメンバーがいた気がする、そう懐かしかったな、うん、めっちゃ青春、そう懐かしいフォルダ見るの楽しいなと思って、うんね、なんかやっぱさ、もう7年目なので7年間の思い出があるわけじゃないですか。で、そう、最近知りましたって方はあれです、あのは多分7年前の私も知らないと思うし、逆に面白いかもしれないし、逆に昔から知ってるよって方はその6年とか5、6、7年前ぐらいのさ、そう写真持ってきたら懐かしいよなって思って、そう最近、そう、あ、昔の写真をメールで送るとかもありだなと思って思い始めました。でもちょっと恥ずかしくて送れないんですけど、うんうん、なんかいろいろ、はい、大丈夫だなってなったやつは送ろうかなって思いました。うん、そう、でも画質が荒いんです、すごく、そうだから古いし、多分一回送ったことあると思うか、世には出たことある写真かもしれないんですけど、結構写真持ってました私も、うん、14年の写真がでもすごい少ないです、やっぱりあんまり写真撮ることに慣れてなかった1年目なんですけど、うん、2年目くらいでまあ増えましたね、写真がね、うん、誕生日の写真とかがやっぱいっぱいありました。だから送れそうだったら送ります。なんかメールじゃないとね送れないあんまり拡散されないような、あ、でも今でも2015年のメールあるよって、ほらってことは前に多分送ったことある画像かもしれないけど、久しぶりに送るのもありかなって、そういうなんかね、昔にはできなかったけど、このなんて言うんだろう、昔の写真を持ってくるよみたいな活動の最初の方のとかを言えるようになったんだなと思うと、あ、7年って感じますよねっていう話ですね、結構いるんだなと思って、私も活動してるんだなと思って、うん、感慨深いっすね。はい、あー、一回壊れたから昔のメール消えちゃったとか、あー、なるほどね、確かにデータ持ってる方もすごいな、メールのすごいね、15歳とかだから当時やばどんなメール送ってたんだろうと思って、うん、ありがとうございます。うん、写真はね、今すでにフォルダの中にここ 1,2 年ぐらいかな、携帯変えてからだから、そうね、1万枚はもうあるんです今。でも消さないとと思って、結構もう使わないとか、なんかインスタ没写真とかもなんかまだ消しきれてないから、全部消したら多分5000枚ぐらいになりそう、いらないもの消してたら。でもちょっと減らさないと、そうなの、保存できないからね、そう、もったいないよね、もったいないって言われるとそう思っちゃうんだけど、うん、いやでも
それまでの写真だけでも多分 2、3万枚ぐらいあるんじゃない？ 2 万枚ぐらいはあるかも。なんか3万枚ぐらい持ってるのかな。違うところに保存してるんですよね。そう、だからいっぱいある。没写真も見たい本当。なんかすごいやばいやつじゃない限りは確かに送ってもいいなと思って。結構メールとかにはね載せきれてない写真とかは載せてるんですけどね。そう、うん。アップなんかダウンロードしとかんと消えますからね。そう、機種変とかした時に気をつけましょう。うんうん、ね、懐かしい話もできるようになっちゃったよっていう話でした。全然まとまりのない話だったな。あ、一回でどのくらい撮るって。あ、写真の枚数、多い時100枚ぐらい撮ったりするもんね、一回の写真で。いっぱい撮る時はね。でも今回20枚くらいかな。今日のワンピースの写真とか20枚ずつ引きで20枚ぐらい撮って、よりもまあ20枚ぐらい撮って、そこからもう半目とかなんかちょっと角度ミスとかは消してそう、生き残ったやつが SNS に使われてるっていう感じ。うん、結構撮りますね。うん、今日ね、まあそう、引きしかあげてないかも。そう、確かに私結構生き残りが、生き残りっていうか自分でね、いいねマークみたいなの押せるから、お気に入りっていう多分言い方かな、押せば、そう、お気に入りのフォルダがあるから、お気に入りのフォルダにつけてそこから送ってるから、ボツも結構、ボツの方が多いんですよ、だからそう、今日このワンピースはさっきインスタに引きだけ載せたので、あのよりは、うん、載せます、よりも載せます、明日か明後日ぐらいになんか分けた方がいいかなと思ってそうなの、今日はそう引きにしてみました。え、もうすぐ鬼滅が始まるじゃんってコメントがある。いいよ見てきて。私もそろそろ終わろうかな。いっぱいお話できたしね、今日もここでも。うん、メールはよりが多い。そう、メールはなんか私多分自撮りが多いかも。だってメール読んでくれてるってことはって思ってそういいかな、私の自撮り載せてもと思って、なんか自撮りをめちゃめちゃ載せてしまいます、私の写真の選び方。うん、なんか衣装が可愛いなとか、衣装もそうだけど私服とか撮れた時はこうインスタに載せますけどね。そうでだからあんまインスタとか多分ツイッターにあんまり、あの自撮りはあんま上げてないかもね。たどりが多いかもね最近は。うん、自撮りめちゃめちゃなんかいつもな、使うか迷っちゃって、 あのそう、ツイッターと、そうそうそう、インスタはまあだから、うん、多いよね自撮りが。メールいいバランスで、そう、最近ツイッター使えてる気がしてるんですけど、どうでしょう、前よりは使えてるかなそう、ツイッターはそう、誰かとの写真が多い、メンバーとの写真が多い。インスタはなんか洒落た写真撮れたら載せるって感じそう、なんか使い分けが難しいですけど、こんな感じです。はい、あ、明日なんかちょっと嬉しいかも、明日嬉しいかもね、みんな夕方、明日夕方みんな嬉しいかもっていう、いい逃げで終わろう。明日だっけ、11日だったと思うんだけど、うん、嬉しいかも、それだけ。じゃあランキングそろそろ読みます。はーい、13位ペイちゃんありがとう。
12位ケントアットマークじゃないけどバースト撲滅委員会会長、通称復活のなるはいつですか。やります、ドボンね、ドボンやりますから、ドボンやりますから。11位トーヤアットマーク、お久しぶりのお話かありがとう、なるんちゅう、イエーイ、こちらこそありがとう。10位ドングリッコアットマーク、お話かいサンクスサンクス。9位カズタカットマーク、コラボしないか聞いてごめんね。もう謝らないで、謝らないで、コラボできたからね、ありがとう。8位、吉田アットマーク、ラスト吉田、2日間ありがとう、なるちゃんありがとう。7位日向浩一さん、ありがとうございます。6位チームようちゃん、ありがとうございます。5位サイバイくん、後マーク、緊張しないお話し会っていう本あれば買います。緊張してるのかな、そう感じなかったけどね、ありがとう。4位はじめ後マーク、お話し会幸せすぎて泣きましたね、泣いてたね。私も嬉しかったですよ、泣いてないけど。3位エムタカットマーク、オダナル公演15周年衣装可愛かったよね、特別衣装でしたよ、正解です、ありがとう。2位レモン78さん、ありがとう。1位ナーサンポンアットマーク、あー出たよ、これもあれだ、見れないタイプなので、できればコメントしてくれないとアットマークが読めません。ナーサンポンさん、ありがとう、ありがとうございます。あ、ドボンデータ復帰し、なんだろう、復帰なんとかって書いてあるね、ありがとうございます。復帰申請中か、あー復帰するといいね、ドボンデータ、そうそう消えちゃったらしいね。ありがとうございました、今日もたくさんお話し会も、そう2日間そうですし、今日もこのね終わりの会も、終わりの会来てくださってありがとうございます。はい、ということで明日もまた月曜日ですけど、皆さん頑張っていきましょう。おーということで、皆さんおやすみなさいですよ、またね、ありがとう、お疲れ様でした、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、よく寝るんだぞ、ちゃんと寝るんだぞ、ブーメランだな自分も、おやすみ。バイバイ。